ルイーズ・ジェーン・ジョブリングはイギリスの女性画家であるマンチェスターに鉄道技術者の娘に生まれた17歳で役人のフランク・ローマーと結婚したローマーはパリでロスチャイルド家のために働きジャコブ・マイエールド・ロチルドの娘で芸術家のパトロンであったシャーロットに支援されて美術を学び始め女性のための美術学校を開いた シャルル・シャプランの下で1867年から1868年まで学び、サロンド・パリに出展した。1870年から1873年の間、イギリスの王立美術アカデミーの展覧会に出展した。夫は妻が画家として活動することに反対だったが、その夫は1872年に没した。1874年に、 水彩画家で風刺雑誌バニティフェアに挿絵を描いていたジョゼフ・ミドルトン・ジョブリングと再婚した。夫を通じてジョン・エバレット・ミレーやジェームズ・マクニール・ホイッスラーと親しくなり、当時のイギリスの先端的な芸術家のサークルに加わることになった。画家として成功し、1876年にフィラデルフィアの万国博覧会。 1878年のパリ万国博覧会に出展した。ロスチャイルド家やグロブナーギャラリーの設立者、リンゼージュン,ダンシ順クフサイラに支援された。1880年に女性芸術家協会に入会し、1891年に王立肖像画家協会に入会した。1884年に2番目の夫、ジョゼフ・ジョブリングが没した。 1887年に法律家の老位と再婚するが仕事ではジョプリングを名乗り続けた。1887年に自らの女性のための美術学校を設立し、美術技法に関する教科書、Hints for Amateurs や Geden Twenty, Years of My Life も出版した。ありがとうございます。